ジャン君、ゴム、ここにあるよ。違う、指じゃないよ。それは昔やった山田邦子のバスガイドのギャグで。古っ。あ、見つけた。ジャン君見つけた。あ、ポンちゃんが喜んだ。頑張れジャン君。あ、ポンちゃん喜んで走り回った。ジャン君はこの大好きなゴムを見つけて地味な遊びをします。ジャン君、いいね。ジャン君。いいね、ジャン君。さあ、遊ぼうかな。遊ぼうかな。地味。なんかカメラ向けられちょっと噛んで、ちょっとだけ飛ばすのね。うん。はい。めっちゃ飛ばすときもあるんだけどね。めっちゃ飛ばしやって、ジャン君。なかなか始まらないね、じゃあ。こういうシーンはね、早送りされるんだよ、じゃあ。最近ではね。まあ、早送りされる前にカットしとくか。じゃあ、見てないよ。誰も見てないよ。じゃんくん。見てないから遊んでいいよ。じゃんくん。今雨降ってるんですけど、少し下火になってきたので、ピクミンの命令で少し歩かなきゃいけないんですよ。ピクミンの言うことを毎日聞いているんですよ。昨日は1万2000歩も歩きました。私も1万5000何歩歩いてた。同じ歩きでも歩数が違うので。でも私お家の中でもね、結構足踏み運動してる。足踏み運動したり、そう、食器を洗っている間足踏みをしたり、あと移動も結構うろうろしたりするので。というこの夫婦の会話はおそらくカットされます。いいよ、ジャン君。ジャン君遊ぼうよ。ジャン君、とりあえずジャン君がそれを遊んでるとこは収録したいんだな。なんか見られてるとかって思ってる？知らないよ、見てないよ。じゃあこれを振る。うい。やった。これがジャン君のゴム遊びだ。地味。ジャン君その程度で楽しいんだ。楽しいね。カシ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 ポト。カシカシ。ポト。ジャン君かわいいな。ジャン君。はい、これがジャン君の遊びでした。